皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユートボール2023情報を紹介していきます。はい、ということで今回はクラブパック、こちらバイエルンを紹介していきます。今回は10月というね、括弧書きで書いてますけど、また何ヶ月後かに来るんでしょうか。こちらが最高の総合値ということみたいです。私の表も最高の総合値をね、表記してますので、そちらをお気をつけください。能力と総合値の表記は全く同じではありません。注意してください。はい、こちら900コインで獲得できるんですけど、メンバーは11名いるので、100コイン相当って考えると、ちょっと安いのかなっていう感じですよね。あと購入特典としてユニフォームがついてきます。はい、そのユニフォームがこのバイエルンの0001シーズンのホームユニですね、こちらがついてくるみたいなので、これ目当てでね獲得してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回新生バイエルンパック紹介していきます。はい、まずは君引きから紹介していきましょう。今回ですね、なんとトップ強化という項目がありません。普段であれば1つの項目だったり、何項目かがね他の項目よりも上昇しているみたいなところあるんですけど、今回は大体同じような強化度になっていて、2、3上がりとか4、5上がりとか、そんな感じになっていました。バイエルンの選手はショートカウンターの数値80になっています。まずこのキミヒなんですけど、安定した能力ね作ってみました。ちょっとディフェンスの能力1足りませんけど、他の項目もしっかりと、プラスにできてますのでいい感じですが、全体的にはそんなに強化度は高くないですね。中盤、右サイドバック、いろんなところで使えて、スキルも本当抜け目がなくて、能力もバランス良くて、欠点の少ない選手です。こんな何でもできるようなタイプはね、まだ持ってないという方はぜひ獲得した方がいいです。今週 A なので早速使えます。過去キミヒと比べるとこれはちょっとマイナスが多いので、前回持ってるよっていう方は特に乗り換えは必要ないかなっていう感じです。はい、続いて5列化、パスがねなんかだいぶ下がりましたが、しっかりと他ね上げられてるんで問題ないでしょう。今週は D なので、使うとすれば来週以降に期待という感じになりそうです。こちらもバランスが魅力なんですけど、その中でも、フィジカルあって、高さもあるので、強さ高さを兼ね備えたボックスというボックスになります。ワンタッチパス、インターセプト、シュート系、本当何でもこなせるようなスキルも持ってますし、ボックスというボックスらしくいろんなことがこなせそうです。コンディションの波も小さくて、その辺の安心感も持ってます。過去5列化と比べるとこんな感じ。しっかりと強くなったかなという感じですかね。これは乗り換えてもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてデリフトですね。今週は B ということなので早速使えますね。能力的には結構いいんですよね。フィジカル91だったりとか、ディフェンス能力も90前後にまとめられて、スピード瞬発あって、でワンタッチパス持っていたり、ディフェンススキルはほぼ完璧、スライディングがないぐらいですかね。逆足高くてコンディションの波小さくてあんまり使われてないんですけど、今週 B なので使ってくる方増えそうですかね。はい、まだ獲得してなかったという方はパックを買えばこの選手は当たります。過去デリフトと比べるとこんな感じ。こちらもマイナスが上の方にもありますが、足元は下がりましたが、しっかりと大事な部分は上がってるので、乗り換えてもいいんじゃないですかね。はい、続いてサネいきましょう。こちらもしっかりと、強化されましたね。サネの問題点というか、気になる部分は適性がサイドしかないので、サイド褒めがあるねフォーメーション使ってるならいいですけど、起用するポジションがないと選手がねたまる一方なので、ちょっと気にはなりますが、起用するポジションがあるという方はね、バリバリ使ってあげてください。シュートスキル豊富ですし、今週も B で最近なんか調子いいような気もしますしね、今後も活躍してくれれば、スカットに入るチャンスはありそうです。圧倒的スピード瞬発、足元、その辺を武器に得点力もうちょっと上げられると良かったですが、気になる方は他の項目削って上げてみてください。コンディションの波普通なので、今週のように B とか A の週に使っていきたいです。過去差に比べると、こんな感じになります。下の方は負けててもいいような項目も多いので、上の部分がしっかりと強くなっているので、とりあえず今回ナンバーワンと見てもいいんじゃないでしょうか。総合値もマックスで言うと1上げられます。はい、続いてウパメカノになります。なかなかいい強化ができそうです。11上げてあげた方が、ディフェンスの能力、しっかりとしたものを作れるので、この感じがいいんじゃないでしょうか。少し前のアップデートでスライディングもね追加になって、スキルがマックスになっていて、あとはスピードだったり81、安定したスピードを持っているのも特徴で、コンディションの波が普通以外は本当いいですよね。今週 B なんですけど、この選手 B 固定ではないので、お気をつけください。過去パメカノと比べるとこんな感じ。前回レジェンダリーなので、強いのかなと思ったんですけど、意外といい勝負してましたね。守備能力中心に、今回ポイントもねたくさんいろんなところに触れるっていう点では、自分好みにね変えられるので、まあ足元とか負けてますけど問題ないのかなっていう感じです。さすがにレジェンダリーが B 固定で、今回の FP は逆に調子悪くなる可能性もあるので、その辺の併用も可能なので、その辺も試してみてください。はい、続いて初 FP かフレアフェンベルフですね。トップ強化はなかった、いつもの癖で言っちゃってしまった。ボックス2ボックスに今作はなっています。190のボックス2ボックス、めちゃくちゃ高いですね。5列下級だ。能力はバランスよく振ってみたんですけど、スピード瞬発、あとは守備能力、バランスよく打ってます。足元もしっかりと。パス能力ちょっと下がってますけど、他の項目が上がってるので、その辺カバーできるかなっていう感じです。スキルが良くてダブルタッチ、シュート系、ワンタッチ系、インターセプト、エアバトル、なかなかいいスキル構成になっています。コンディションの波も小さいなので、しっかりと試合でね、活躍できれば A とか B の種増えてくるんじゃないかなっていう感じです。移籍して試合は出てるのかは私は分かんないです。はい、続いてゴールキーパー、ノイヤーですね。ノイヤーに関しては今ね、上の方の項目プラス1入ってると思うんですけど、ここのあたりは強化入ってました。ただ GK 能力に関しては通常と全く同じスタートだったので、上限も全く同じなので、基本的には同じ能力が完成するって思ってください。足元とか、あとはディフェンスと能力プラス1分強いけど、ほぼ通常と同じ感じでした。なのでそんなにかなっていう感じ。ただ元々のね、ノイヤー自体は弱くないので、まだ持ってなかったっていうことはいいと思いますね。はい、過去のイヤー比べるとこんな感じになります。GK 能力としてはポッチポッチ。いい勝負してるかな。全体見ると、上の方がね、結構下がっているので、前回いれば十分なのかなって感じです。はい、続いてリュカエルなんです。ディフェンスの能力を、一気に13上げにしてみました。少し前からね、オーバーラップになっていますので、守備的サイドバックじゃないところ、そこはご注意ください。コンディション並みが普通なので、やはり B 以上が安定して使えるのかなっていう感じです。守備能力圧倒的で、フィジカルもある程度あって、スピード瞬発も比較的あって、本当にバランスがいい。そしてスキルも最高。本当コンディションの波さえ、小さいとかになってくれると常時ね、ガチスカに入ってきてもおかしくないような選手なんで、コナミさんお願いします。ライブアップデートは期待ですね。過去流化と比べるとこんな感じ。ディフェンスの能力は今回しっかりと強化できましたが、前回が週間 FP ということで、全体的なところは下がってるのが多くなってます。自分好みにね、カスタマイズできるので、今回の強みももちろんありますが、もともと持ってて育成がちょっと難しいって方は、無理に育成を今すぐしなくてもいいのかなって感じです。はい、続いてマネですね。今週 A 早速使えます。しっかりと強化できれば、強くできるかなぐらい、ほとんど変わんないですね。あとは両ウィングしかできないので、適正フォーメーションに縛りがあるというのが特徴。起用できるポジションがあれば、ダブルタッチ、シュートスキル豊富で、この辺は申し分なし。定力もうちょっと上げてあげても、いいのかなって言ったところです。スピード瞬発、足元、スタミナね、色分けミスってますけど、この圧倒的な数値は魅力に感じますね。過去マネと比べるとこんな感じになります。どちらかというと強くなったのかなって感じ。あと逆足に精度が上がってるっぽいので、そこはいいところだと思いました。はい、続いてミュラーですね。こちらもしっかりと強くなりましたね。今週、早速使えます。いろんなところで使えるのがこの選手の特徴。右サイドでも中央でも様々なポジションで使えるのが特徴的でいいですね。ポジションに悩みがね、ほとんどないんじゃないでしょうか。スキルもワンタッチシュート、スルーパス、チェーシング、アウトスピンキックなどいいもの揃ってますし、逆足も高いで、左足でもしっかりとしたボール扱ってくれそうなので、両足で蹴れるのは非常に最高です。はい、最後、虫やらになります。しっかりと強くなりました。バリバリ強いですね。週刊 FP の動画で CMF が週刊で、ついたみたいな話をしたような気がするんですけど、アップデートでついてるっぽいですね。通常も CMF は今回空いてました。週刊当てられなかったって方は、こちらでもいいんじゃないでしょうか。スキル申し分なし。スーパーサブもちろん付き。素晴らしい。しっかりと足元パス10振って。この辺は安心して使えるような能力にしてます。決定力はやや触れなかったので、気になる方はもうちょっと振ってみてください。コンディションの波が普通なんですよね。今週のような A の週とか、B の週で使ってあげましょう。囲むしあらと、あとは週間 FP との比較はこんな感じになります。全体的には、カスタマイズできる分、いろんなところに触れて、今回の強みになってます。トータル、本当に全てを見渡すと、週間の方が強いかな。なので、週間当てられなくて持ってない、または1つ目のパックを持ってるみたいな、そういう方は、今回のパック当てられるとちょっと強くなった虫荒使えるし、あと CMF がね、濃い適性で使えるんで、チャンスメーカー消すこともできます。はい、という内容のバイエルンパックでした。いかがでしたでしょうか。かなりあるよっていう方は900コイン獲得してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、中には通常とねほとんど変わんなかったり、まあ、ウパメカノはレジェンダリーがいたり前のバージョンの龍華持ってたりとか、まあ、いろんなところはあると思います。欲しい選手がね複数いる、もしくはユニフォームが使いたいみたいなね、そういう方は獲得してみてもいいと思います。こちらのチャンネル e フットボール情報を随時紹介していきます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録、この後もパック紹介やっていきます。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。